皆さんこんにちは、なるほど10です。今日も青鬼オンラインで遊んでいきます。今日はガチャですね。今少し下に映りましたけど、こちらですね、七夕スキンということで、こちら織姫ちゃんですかね、と彦星くんと、右側の英子はパンダマン彦星くん、織姫ちゃん、そうですよね。お名前は七夕パンダくんですね。なんかエルキャットチャンネルさんが欲しがりそうなパンダちゃんですけど、さあでは行きましょう。10回ガチャ、今回110連までできますね。お、水木くん。いやー、でもなかなか10連で出ないですからね。毎回私同じこと言ってます。おー、傘女の子ちゃん、前回のスキンですね。おー、ペンちゃん、すごい。なるほどくん、ペンちゃん結構出ますね。今回で、前回も出ましたので、3体目ですね。いや、嬉しい。ペンちゃんは何体いてもいいですね。やっぱ、あれですよね。おお、七夕パンダちゃん。いいですね。ペンちゃんはあれですよね。南国に行ったらですね、たくさんいますから、皇帝ペンちゃんみたいなですね。皇帝ペンギン。他にもペンギンいると思いますけど。いや、でも見てみたいですよね。まあ、でも私寒いの苦手だからですね、まあ、南国にはちょっと行けないですけど、まあ、できるのは南国白熊くんを食べることぐらいですか。アイスですね。美味しいですよね。練乳がかかったような、かかってるんですかね。あ、お母さん、お久しぶりです。まあ、でも私は実家暮らしですからね、毎日お母さんいらっしゃいますけど一人暮らしされてる方っていらっしゃいますか。私のライブ配信来られてる方は学生さん多いので、でも大学生の方からですかね、一人暮らしされるのって。私はほとんど一人暮らししてませんので、実質一人では暮らしたことないですか。でも一人暮らし大変ですよね。友達の家に居候しましたので、少しの期間、大学時代ですね。ですので、ご飯とかですね、洗濯とか家事ですよね。やっぱ大変ですね。そういう時やっぱお母さんがいらっしゃるっていいですよね。ですね、ちょっとごまを吸っていますけどさあ、もうひかんちゃん、さあ出ないですね。今日コメントでいただいたのは、夏木さんですか。お、ランドセル小学生ちゃん、私持ってますね。結構やっぱもう持ってますよね。確か、ちょっと待ってください。彦星くんをゲットされたんですね、夏木さんは。で、何連かお聞きしたら、170連ということで、やっぱそれぐらい回さないと出ないですよね。やっぱ星さんも出にくいですので、出るときは立て続けに出たりしますけど、前回は初めてですね。2回連続星さんっていうのが初めて出ましたね。皆さん何回ぐらいですか。例えば10連で3個星さん出たことありますよっていう強者の方とかいらっしゃるんですかね。いや、その皆さんのなるほどくに分けてほしい。いや、もう全く運が戻ってこないですね。どこ行ってしまったんですか、運は。ガチャ運ですね。いや、こういう七夕とかそうですね。1年に1回ですから、悪魔くん。そういうですね、大事な日にですね、ガチャ運が来てほしいんですけど、なるほどさんは1年に1回じゃないですよと。10年に1回ですと。もうなんか本当の天才みたいな感じですよね。天才ってのは災いの方ですね。自然災害ですかね。忘れた頃にやっていきますけど。あと20連しかできない。舞い降りてほしい。舞い降りてほしいから私今日スキンですね。天使ちゃんにさせていただいたんですけど。ダメっぽいですか。やったら丸刈りくんと糸美ちゃんが出ますけど。丸刈りくんが多い。丸刈りくんじゃないですね。あれ、ガリガリくんですね。おー、メジューシャさん、メジューシャさん。よし、滑舌も悪いままですね。いい感じです。ガチャも悪いですし。
さあ、マルカリくんが、マルカリくんが、夏仕様ですか、もしかして。あー、残念。まあ、水下ちゃんが、星さんでよかったっていうぐらいですかね。あと、ペンちゃんですか。ということですね、今回の動画は以上になります。よろしくグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いいたします。また、青銭が381枚と、ほとんど、あれですかね、金欠状態ですけど、抹茶さんの160万枚ですか、青銭に、少し分けてください。ということで、今回の動画は以上ですね。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。